過軌道とは、軌道のうち生体よりも、末梢側の部分で、気管から気管し、再気管しを経て、終末の肺胞までのこと。生体よりも、中枢側の上気道とは異なり、赤薬射味ミとしての反射や、気道に存在する繊毛による粘液の分泌とその、繊毛運動により、異物を体外に運ぶ、いわゆる自常作用。また、 肺胞での肺胞マクロファージによる免疫機構などにより呼吸器感染の成立を防いでいる。グレーの解剖学に示された下気道の肉眼解剖像。鼻空、高校からガス交換の場である肺胞を結ぶ空気の流通路を軌道と呼ぶ。このうち第4から6系椎の高さにおいて口頭で食道から前方に枝分かれした後の部分を下気道と称する。 これに対し、口頭よりも髪型の部分を上気道と称する。また、下気道はさらに気管と気管し、再気管し、呼吸再気管しに細分化される。枝分かれは一定の法則に従って自己組織化するため、フラクタル構造になっている。気管も参照気管とは、口頭から気管分岐部までの部分。気管の長さは約1 0センチメートル。 内径は2から2.5センチメートルである。気管分岐部は、おおむね胸骨格平面の高さにある。気管は、基本的に連続して空気が出入りし続ける管である。ため、食物を摂取するときだけ物体が通過する食道と、異なり、常につぶれないように内空が確保されていなければ、ならない。そのため、気管の外側は、気管軟骨輪と呼ばれる。 C 字型のガラス軟骨が連続して積み重なり、軟骨と軟骨の間を臨場人体が結ぶ構造になっており、頸部の動きに伴う屈曲が容易な柔軟性を保ちながら潰れないような強度を確保している。機関の開始部には、口頭と呼ばれる複雑な構造が発達しており、食物が誤って機関内に侵入するのを防いでいるほか、 母乳類では、発生期間の生態を生じている。なお、救急医療に際しては、軌道確保のため、期間相関や期間切開を行う場合がある。機関死とは、期間分岐部において、左右に分かれた後、第五分岐において、期間軟骨が途切れるまでの部分。肺動脈及びその枝と並走している。分岐するごとに、さらに下記のように細分化される。 手機関詞機関は左心房の後部で左右の手機関詞に分かれる。右肺は三葉あるので、右機関詞は機関から約25度の角度で枝分かれし、内径は右側が1 5ト、mm、ル、左側が1 2ト、mm、ルである。左肺は心臓の分だけ上に寄っているので、左機関詞は機関から約35から45度の角度で枝分かれする。すなわち、 右の指揮管誌は左に比べて太く垂直に近いことから誤嚥は右に多くなる。八機官誌それぞれの大場へ向けた分子である。右においては、まず常用誌が分岐した後、中間機関誌密集から中用誌と下橋が相次いで分岐する。左においては、常用誌と下橋に分岐し、また常用誌は絶口を分岐する。区域機関誌それぞれの肺区域へ向けた分子である。 支配する、配区域の番号に応じて、B1 から10と呼ばれるが、左側には S7 がないことから、左の B7 も存在しないほか、左側では、B1 と B2 が合わさって、B1 プラス2となる。なお、後方に分岐するのは B、B2、B6、B10 のみである。悪域期間史それぞれの配悪域へ向けた分子である。B1R といったように表記される。 内径は、指揮管誌で約10ミリメートル、破棄官誌、区域機関誌で約7から6ミリメートル、悪域機関誌で約6から2ミリメートルである。細機関誌とは、第5分期以降、第16分期まで、機関誌壁に肺胞が出現するまでの部分。概ね、一つの細機関誌が一つの小場を支配しており、さらに小機関誌、再機関誌、 終末再帰還誌に細分化される。呼吸器学分野において、軌道と称されるのは、厳密にはこの部分までである。呼吸再帰還誌とは、第17分期から第19分期まで、気管支壁に肺胞が出現している部分である。一つの呼吸再帰還誌は一つの細葉を支配しており、呼吸再帰還誌は、平均3回の分岐をして、肺胞間肺胞脳、肺胞に至る。 破棄喚止の横断像。ガラス軟骨は c 字型ではなくなっているが、依然として両側で構造を維持している。終末再帰管死の横断像。ガラス軟骨は消失し、上皮も立方上皮となっている。下軌道は内空より順に呼吸粘膜上皮、規定板、粘膜固有層、軟骨、そして脂肪組織による外膜によって構成される。 肺と同様に妊頭の腹壁が単入して、猛管を成したものが起源であるため、呼吸粘膜上皮は、消化管と同様に、内肺陽性のものである。呼吸粘膜上皮は、気管、気管支、再帰還死においては、偽重層円中栓毛上皮と呼ばれる、組織像を示すが、抹消に行くに従って、細胞の高さが低くなっていき、終末再帰還死のレベルでは単純な、 繊毛立方上皮となる。さらに呼吸細器還誌においては、繊毛も消失し、扁平な型肺方上皮細胞に置き換わる。偽重層円柱繊毛上皮は、下記の4種の細胞が規定板上に配置されることで構成される。円柱繊毛上皮細胞細胞の長部は関空に達しており、この部分には繊毛がある。繊毛は、協調運動によって、 粘液の連続した流れを作り出し、軌道内に侵入した異物を排除する役割がある。組織の30%を占める。肺細胞分泌下流を有し、液素細胞質によって内空に粘液を分泌して、軌道内を適切な湿度に保つ役割を有する。気管、気管子においては組織の30%を占めるが、再気管子以降においては見られなくなる。 クララ細胞単なる粘液分泌だけでなく、ハイサーファクタントや塩素イオンの代謝を担っている。肺細胞に代わって、再気管し以降において出現する。規定細胞規定膜より発するが、関空には達しない。組織の30%を占める。男性繊維に富み、また、断続的にはそうする平滑筋属も見られる。この平滑筋属には、 交感神経系の β2 受容体、副交感神経系のムスカリン受容体があり、β2 受容体は筋弛緩、ムスカリン受容体は筋収縮作用を持つ。このため、気管視覚調薬として、交感神経、β2 受容体作動薬が使用される。気管、気管支レベルにおいては、気管支線も散在する。気管支線は、組織学的には、少年液線の構造を示し、 感染やアレルギー反応において、湿潤環境を喪失する役割がある。上述のように、気管においては、C 字型のガラス軟骨である、気管軟骨輪が構造の、食道と接する後面では、平な目筋である、気管筋の横層繊維が、両側の軟骨端につく。破気管子より、末梢においては、ガラス軟骨の形状は、C 字型でなくなり、断片的な軟骨片となる。 細き関詞より、末梢においては、軟骨片も消失するが、粘膜固有層の豊富な男性繊維によって、形状は維持される。ありがとうございます。